はい、ルルカです。今回はテムで863円で購入したジンバル紹介していこうかなと思います。863円です。やばくないですか？普通863円だと多分こんなタイプ。多分ね、この三脚すら863円では購入することができません。まあ、もちろんね、100均とかでも三脚は売ってるので、100均とかで売られてる三脚であれば、もちろん863円で購入することはできるんですけど、ちゃんとバランスを取ってくれるもの、手ブレを防いでくれたりとかバランスを取ってくれるものに関しては、863円では売っていないと思います。まあ、もしかしたらよくわかんないメーカー製で、中古品とかだったらあるかもしれないけど、少なくても新品でちゃんとしたジンバルが863円で売られていることはまあないんじゃないかなと思います。で、その売られていたのが先ほども言ったテムという会社になっています。皆さん聞いたことがありますか？最近ね、結構話題にも上がってるんじゃないかなと思います。だいたい悪い意味で上がってることが多いんじゃないかなと思います。ルルカの耳にも悪い意味でテムは届いていました。まあ、なんですけれど、テムって今かなりノリに乗ってる会社さんで、まあ、いろいろとね、広告が打たれてるわけですよ。いろんなところに広告が出てきて、ルルカも目にする機会が多いんですよね。で、そのたんびにマジでみたいな、この商品数円で手に入りますよみたいなとか出てるんだけど、マジっていう感じのものが多かったんですよ。で、以前新規で登録するとなんか無料であげますよみたいなのが出てきて、おお、なんか無料でもらえるんだったら、もう話題にもなってたから、本当に噂でね、流れてるね、悪い会社なのか、まあ、その辺確かめたいなと思って、もう無料だったら注文しようかなと思って注文したら、なんか結果的になんか3つぐらい無料でもらえますよみたいになって、確かで、おラッキーみたいな感じだったんですけど、結果的に言うと、その辺出てきた数字分に関しては無料であげるんだけど、ただし同数の商品を購入してないみたいな、しかもね、どれが無料になるかわからないみたいな、まあ、そんな表記がされたので、おいおい、最初に言った無料であげると話違うじゃんみたいな。まあ、向こうからしたら、まあ、結果的にね、最初に言った数項の部分に関しては無料になるんだから無料だろって話かもしれないけど、まあ、ルルカ的には無料でもらえると思ったから、もうそれ違えやろうと思って、まあ、へそを曲げてしまってね、その際にはテムで購入することをやめてしまったんですけれど、改めてインスタグラム見てたら、テムの広告が上がってきたんですよ。もうインスタとかでも多分テムの広告バンバン出てると思うんですけど、その中にジンバルが863円っていう広告が出てきたんですよ。しかもジンバル持ってるんですけど、縦で利用することができるジンバル持ってないんですよ。で、広告見る限りだと縦でも利用することができるジンバルが863円、おお、それだったら買ってみようかなって気になって改めて注文しました。残念ながらルルカが購入した際には最低単価が多分ね、2000円ぐらい買わないと送料無料にならない、863円であげるんだけど、まあ、2000円までは買ってくださいねみたいなの出ていたので、まあ残り1200円ぐらいですか、買えばいいわけなんですけど、結果ね、気づいたらあれもこれもっていうことで5000円ぐらい購入していて、テムのね、思うツボかもしれないんだけど買ったんですけど、まあ実際ね、だからといってね、その表示されてるジンバルが届くとは限らないっていう状況で、まあさすがにジンバルって大体1万円ぐらいするものなんで、863円では届かないだろうなと思って注文のをして、まあ実際ね、こういう三脚とかが届いたら、まあネタにしようかなとか思っていて待っていたわけなんだけど、まさかのまさか、はい、ちゃんとしたね、ジンバル届きました。驚きですね。まあただね、ここで一点言っておきたいのが、実際インスタグラムに出ていたジンバルとは違うものが来ました。そのジンバルがどういうものかはわからないんですけれど、明らかに出ていたものとは違うものです。まあただしなんですけど、こちらね、購入した際にはどこのメーカーのジンバルが来るかわからない状態でした。なんだけど、届いたらちゃんと商品名が書いてあって検索することができました。で、検索するとアマゾンでも売ってる商品で、ルルカは863円で購入したんだけど、アマゾンで購入すると1万円ちょいするね、商品になってました。なのでめちゃくちゃ安く買えたのは間違いない。しかも嬉しい誤算なんですけど、裏側見るとね、ギテキっていうのは通っていないと思っていたんですけど、見てください、まさかの日本のギテキを取ってるジンバルが届きました。これめちゃくちゃ意外でした。まあ、先ほどのね、三脚みたいなのが届かないにしても、まあ、中国のね、よく知らないメーカー製のギテキも通っていない、よくわかんないジンバルが届くと思ったんですけれど、日本国内のアマゾンでも販売されていて、しっかりとね、ギテキも通っている、日本向けに販売しているジンバルっていうのがしっかりと届きました。この辺はかなり意外でした。ということで、実際に商品の届きましたので、開封のをしていこうかなと思います。まずね、外装を見ていこうと思うんだけども、ペリペリ剥がしちゃいました。今ね、ペリペリの透明のやつないんですけど、もともとはね、透明のペリペリもちゃんとついてる状態でした。ただね、見ていただければわかると思うんですけど、いかがでしょうか。まあ、箱はね、日本国内で購入した場合、返品する人も出てくるかなっていう感じになってますね。テムって基本的に日本に在庫はありません。中国から全て送ってくれます。なので、アマゾンとかだとだいたい翌日とかにね、届いたりすると思うんですけど、テムって届くまでにだいたい1週間ぐらいかかります。この商品に関しては5日ぐらいかなで届きました。なんですけどね、遠くはるばるね、中国から届くということで、箱とかに関してはちょっとボコボコの状態で来る可能性が高いんじゃないかなと思います。この辺に関してはね、他のネットの情報とか見ていても、なんか箱がちょっと潰れてるとかね、そういうの出てる人が多いので、まあ、この辺に関してはデフォじゃないかなと思います。なので、日本人ってね、外箱まで切れるのがいいって人もいると思います。そういう人にはもうそもそもが向いていないかもしれないですね。ただしルルカに関しては中さえ無事であればね、問題ないので、とりあえず開封してね、中身がどんな感じか見ていこうかなと思います。開けるね、パカッと。2段階になっていて、もう1個の箱に関しては、あー、まあちょっとだけダメージがあるんですけど、外箱ほどのね、ダメージはない感じなんで、もうこの辺でね、全て一応ダメージは吸収できてるんじゃないかなと思います。はい、ではね、中のを見ていこうと思うんですけど、開けますね。はい、こんな感じです。はい、中にもね、緩衝材の方が入っているので、まあ相当なダメージがない限りは中にダメージ取んないんじゃないかなと思います。結構ね、厚みあります。
りますね。ご覧ください、しっかりと入ってます。ワンちゃん外側だけちゃんとした箱になっていて、中にね偽物が入っている、要は三脚みたいなのが入ってるっていうパターンもあるのかなと思ったんですけど、今とりあえず開けた感じではちゃんとしたジンバルが入ってそうです。出してきますね。はい、ご覧ください、ジンバルですね多分はい、まあ、起動するかはまだ分かんないですけど、見た限りちゃんとしたジンバルじゃないかなと思います。ジンバル本体と、なんだこれ、あ、後から接続して三脚になるやつですね。あ、これめちゃくちゃ便利ですね、三脚になるやつ。ジンバルって基本的にね手で取ることが多いと思うんですけれど、手で取った後に固定しておきたいパターンとかもあったりすると思うんですよ。まあその時に、まあ、三脚もね一緒に持っていけばいい話ではあるわけなんですけど、ちょっとめんどくさかったりしますよね。まあそんな際にこれがあれば三脚になるってことで、まあかなりこれ便利じゃないかなと思います。ルルカの持ってるねジンバルにはこの三脚ついてなかった。はい、三脚付き、あとが、はい、はい、で、はい、平タイプのタイプ C かなのコード、まあ充電用ですかね、がついてます。で、あとね説明書もついてます。で、説明書が日本語も一応ね表記されてる形になっています。というか多分ね使う際にはアプリの方が必要になってくるので、まあアプリのところを見ながら触んなきゃいけないのかな。で、一応 YouTube、Facebook、Instagram に公式のビデオがあるみたいなので、この辺を見ながら操作性を学ぶという感じになるんじゃないかなと思います。ちゃんとね公式のアプリがついてるのもいいですね。よくわかんないねアイテム届くと思ったので、こういうアプリとかに関してもそれこそねちゃんとした Apple とかねそういうの通さないアプリの可能性もあるかなと思ったんですけど、ちゃんと Apple Store とAndroid の公式サイトからダウンロードすることができるみたいなんで、その辺もね結構安心じゃないかなと思います。やっぱね野良アプリとか入れるの怖いんでね。はい、ではね実際にジンバル動くか試していこうと思うんですけど、はい、こんな感じになってます。電源入れてみましょうか、ね、明らかに電源ボタンっぽいのがついてるんで電源押しますね。流しかな、ピヨピヨピヨっつってます、ピヨってますね。 あれか待ってね、一応電源入ったんだけど、スマホをもしかしてつけないとダメなのかな、ジンバル。ちょいとお待ちください。ちなみにこちら iPhone12 になります。はい、とりあえず iPhone12 くっつけました。で、はい、ちょっと画面汚いんですけど、ご覧ください。こんな感じかな。あ、動くね。はい、ジンバルとして動くみたいです。もう申し訳ないけど、ちょっと使い方わかんないんですけど、こういう感じで角度もちゃんと調整できる。あ、もう完全にちゃんとしたジンバルですね。これでどっかに出かけて撮影しようと思うんですけど、とりあえず横だとこんな感じ。で、これね、縦も使えるっていうのがルルカが欲しかった理由なんで、待ってね、これが横モードなんだけど、電源ボタン2回で縦になるみたいです。こうなった。おー、すごい。これ縦モードっす。これが縦モード。縦で撮ることもできて、で、また横にしたくなったら、電源ボタン2回で。おー、横モード。わかりますね。で、縦にして、グリグリで、いろいろ移動することができるっていう形になってるみたいですね。角度調整ね。いいんじゃないでしょうか。ちゃんとしたジンバルじゃないかなと思う。というところで、後日ね、外に出た際に、まあ、横動画、プラスアルファね、まあ、ルルカが一番使いたかった縦動画、まあ、どんな感じで撮れるのか試していきたいかなと思います。まあ、知ってる方も多いと思うんですけれど、まあ、ルルカの撮り方が悪いのかもしれないんですけど、まあ、iPhone とかってね、撮影してると手ブレ補正が結構効いて、横で撮ってると、まあまあ、ある程度揺れてても、補正のおかげで綺麗に撮れたりとかするんですよ。なんだけど、まあ、ルルカだけかもしれませんが、縦動画を撮った際に動いていると結構ね手ブレ気になったりとかするんですよ。っていうのもあって、縦でも使うことができるジンバルね欲しいなと思っていたんだけど、やっぱジンバルって最初も言ったんだけど、普通に買うと1万円ぐらいしたりとかするんですよ。で、やっぱ1万円とかになってくるものを購入するのは厳しいなと思って買えずにいたわけなんですけれど、まあ、今回863円でね購入することができましたので、まあ、後日ねちょっと縦動画とかでもジンバルの効果があるのか、この辺で試していきたいかなと思います。最後にこれか、せっかくなんで三脚立ててみようかな。ポケツ部分に、お、三脚いいね、くるくるくっついて、まあ、ちょっとでかいな、でかいけど、お、素晴らしい。はい、こんな感じ、三脚使うとこんな感じで、ちょっとね高さは出ちゃうんですけれど、まあ、ただし、まあ、高さ出た状態でこうやっていじることはできる。まあ、でも角度もねここまでかな。なんで普通の三脚みたくグリグリ動かすことはできないんですけど、それでもまあまあそれなりに動かすことはできるんじゃないかなと思います。高さ的にどうだろうな、あまり物撮りをするっていう目的よりも背景だったりとかその場にいる人ですか、自分とかを撮るために使う感じの三脚なのかなって気がします。なんでやっぱ物撮りとかするときに関しては小さめの三脚とかを別途用意した方がいいんじゃないかな。はい、いかがだったでしょうか。テムで863円で購入したジンバルスマート XE かなの方を紹介のさせていただきました。まあ、個人的には最初にも話した通り、テム怪しい会社だな、しかもインスタグラムで863円で購入できるっていう広告を見て、まあ届かねえだろうな、まあ、届いても先ほどもお見せしたこんな感じの三脚とか届くんだろうなとか思っていたんですけど、まさかのまさかゴリゴリのちゃんとしたジンバルが届きました。なので、まあ、テムに関しては悪い噂とかもあったりとかするんですけど、一応ルルカの場合に関しては、他の方は分からないんですけど、ルルカの場合に関してはインスタグラムに出ている怪しい広告をクリックして購入したわけなんですけど、ちゃんと商品のが届きました。まあ、ただねこれも最初の方に話したんですけど、ルルカが見た広告とは違うジンバルです。ちゃんとしたジンバルは届いたんですけど、ルルカが一番最初に見たジンバルではないものが届きました。まあ、ただし863円で1万円ぐらいのジンバルが届いたので、ルルカ的には大満足かなと思います。
ざわざねこの1万円ぐらいのが届いたけど返品するっていう人はあんまりいないんじゃないかなと思います。一応テムはね返品だったり返金もできるので、これが商品違うもんだぜって言えば返品処理とかしてくれると思うんですけど、わざわざこちらを返品処理しようかなとは思わないかなっていう感じの商品が届きました。まあ、またね詳細とかですか、実際にどんな感じで使うことができるのかとかに関しては別途ね動画の方にしようかなと思います。十分ネタになったんじゃないかなと思います。ということで一応ね概要欄のところに残念ながらねルルカが購入した商品の割引クーポンっていうのはなかったです。もう多分タイミングによっていろいろそのクーポンって変わってくるので、ルルカと同じようにまたこのジンバルが863円とかで購入できるタイミングもあるかもしれないんですけど、このクーポンはなかったんですけれど、一応ね1万5000円セットクーポンの方ね貼らせていただきます。こちらのクーポンねすでに白さんが使ってんでね中身してるんですけれど、一応4500円購入すると2250円引きになるクーポンが2個と、その他ねもうちょっと購入すると割引かれるクーポンってものが入っています。そしてさらに特別なねリンクのも貼っときます。こちらインフルエンサー限定のねリンクになっているんですけど、まあ、ルルカもそれをね利用したんだけど、なんとテムに関してはねインフルエンサーを大募集していて、そのリンクの方からインフルエンサー登録すると X はダメで Instagram、TikTok、YouTube、まあ、こちらの方でねフォロワーが1000人以上いる方であればなんとテムで商品を購入するためのクレジットをもらうことができます。ルルカに関してはね YouTube で登録して今ねフォロワーが2万9000人ぐらいいるんですけど1万2000円分のクレジットをもらうことができました。今ね目の前に出ている商品に関してはルルカそれを知る前だったんで普通にお金出して購入したんですけれど、その後に1万2000円分のクレジットをもらうことができて、あとしらすさんに関してもルルカその1万2000円クレジットもらえるのを知ったので、じゃあ登録してみなよってやったら、しらすさんはね YouTube 1000人ちょいしかねフォロワーがいないんですけど、それで登録して、まあ、5000円分でもクレジットもらえたらラッキーだよねと思ったら、まさかの9500円分クレジットもらうことができました。 X は残念ながらダメなんだけど、 TikTok、インスタ、YouTube で1000人以上フォローいる方であればクレジットの方最大で、ね、6万円分までもらえるみたいです。まあ、ルルカが1万2000円ぐらいだったんでどうなんだろうね、10万人とか超えてるフォロワーの方だと6万円分とかもらえたりするのかな。ただね登録するだけでクレジットもらうことができて、そのクレジットに関してはもちろんそれで購入して動画とかにしてくれるとさらにプラスアルファでなんかもらえたりするみたいなんだけど、別に動画とかも作る必要もなくてクレジットもらうことができるので、テム気になってるんだけど自分の金を使うのが嫌だ。あとはあのクレジットカード問題とかもあったりするじゃないですか。まあ基本的には問題ないと思うし、まあ、ルルカに関してはペイディっていう支払い方法を使ったんで、まあ、いろんな支払い方法があるからね、わざわざ別にクレジットを登録する必要はないんですけど、そういう支払い問題でね気になってる方に関してはクレジットもらえるんで、それで購入してね試して、まあ、動画とかにするのもありじゃないかなと思います。多分テムって動画ネタにめちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。ルルカに関してもこれを購入した後にクレジットもらったので、 YouTube だったりとか TikTok の、ね、ショート向けにネタになるようなアイテム購入しました。もうすでに開封済みなんだけど、ということでね、お得なリンクありますんで概要欄のところに普通にね初めてティムを使う方向けの招待リンクとインフルエンサー向けのリンク、こちらに関してはもうすでにティム登録されてる方でもインフルエンサー登録プラスアルファでできますので、まあ、そちらのリンク貼っとくんでよかったら使ってみてください。そして今回紹介したねジンバルに関しても実際にね使った後の動画出そうと思っていますし、ティムの商品とかに関してもレビュー動画上げようと思いますんで、今後もね動画のを見ていただけたらなと思います。今回も動画の最後までご覧いただきありがとうございました。またねー。